アダムズ国立歴史公園は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、クインジーにある国立公園。アメリカ合衆国大統領ジョン・アダムズ、ジョン・クインシー・アダムズ、及びイギリス講師、チャールズ・フランシス・アダムズ、作家、歴史家ヘンリー・アダムズとブルックス・アダムズの邸宅を保存している。敷地内の11軒の建物は1720年から1927年まで。 アダムズ家5世代にわたり、大統領、ファーストレディ、大臣、歴史家、作家及び彼らの成功に協力してきた家族らが住んでいた。アダムズ家が4世代にわたり、住んだピースフィールドのほか、ジョン・アダムズ聖火、ジョン・クインジー・アダムズ聖火、12カ国語1万4000冊を所蔵するストーンライブラリー、1870年設立。 ジョン・クインジー・アダムズ所有の書籍を保管していた。初の大統領図書館とされるなどを含む、1マイル弱離れたところに観光案内所がある。4月19日から11月10日、ガイドツアーのみで、アメリカ合衆国国立公園局のトロリーバスで、邸宅ツアーが行われる。一家が通い、埋葬されている、ユナイテッドファースト教区協会はシントラによって、公開され、 少学の寄付を募っている。この教会は観光案内所の向かい側にある。ジョン・アダムズ聖家となる邸宅は、アメリカが衆国国定歴史建造物に指定されている。1720年、後に、ジョン・アダムズの父となる女妻ジョン・アダムズシニアが購入した。アダムズは1764年、アビゲール・スミスと結婚するまで住んでいた。夫妻は、 スーフィーと離れた、後のジョン・クインジー、アダムズ聖火に転居した。ジョン・クインジー・アダムズ聖火ジョンが、アメリカ独立宣言及び、アメリカ独立戦争に尽力していた頃、夫妻及びその家族が住んでおり、1767年、息子ジョン・クインジー・アダムズが生まれた。ジョン・クインジーはここで育ち、彼とその家族は後年まで、ここに住んだ。 ピースフィールド元々は1731年、砂糖製造者、レナード・バッサルの夏季の別荘のために建設された。1787年9月23日、空き家となった邸宅を75エーカ館ーの土地と共に、アダムズが600ポンドで購入した。翌年、アダムズ一家が入居し、アダムズメモリアルソサイティに売却される1927年まで居住した。 1947年、国立公園となった。ストーンライブラリー1870年に、ピースフィールド敷地内にストーンライブラリーが完成し、私文書のほか、ジョン・アダムズ、ジョン・クインジー、アダムズ、チャールズ・フランシス・アダムズ、ヘンリー・アダムズ、ブルックス・アダムズが所有していた1万4000冊の書物を所蔵していた。ジョン・クインジーの希望で、石造りのため耐火性に富んでいる。 ジョン・ショユーのジョージ・ワシントンの辞任挨拶の複製、奴隷戦、ラ・アミスタットで反乱を起こし、合衆国最高裁判所で、ジョン・クイン・ジーが弁護して勝訴し解放された免利から1841年に送られた免利聖書などを所蔵している。ヘンリー・アダムズはこの図書館内で、全休館のザ・ヒストリー・オブザ・ユ of the United States of a m e r i 1801-1817を執筆した。 ユナイテッドファースト教区協会両アダムズ大統領及びファーストレディが埋葬されている。国立公園には指定されておらず、ユニテリアン・ユニバーサリズムが所有している。約10年前からユニテリアン・ユニバーサリズムが協会の保存のため200万ドルをかけている。ありがとうございます。